ですね、今、商品の方の説明をします。パナソニックですね、パナソニックの、ブルーレイの、一体型レコーダーです。DMR-BR670V ですね。で、これですね、パナソニックの場合だと、純正のリモコンもあるんですけど、そうじゃないのもあるんですけど、今回純正ではないですけど、使用が出動できるものです。どちらかというとこちらの方が新品で、操作性はいいと思います。それでですね、使い方がちょっと説明がいるんですけど、よくあるのはこの S ボタンですね。この S ボタンを押すと、こういう表示に変わります。で、この時にですね、下に下げて、決定を押すと、こういう状態になります。今 VHS になってますので、VHS のようになってます。で、これをですね、決定ボタン、これを押すと、選べます。HDD、VHS、ブルーレイですね。で、VHS の方を選ぶと、この画面になって、で、これで再生します。で、そうすると、事前に入れてあったテープが再生します。画像の乱れはないですけど、ちょっとスマホの撮影してますので、ムラがあるように見えますが、鮮明に映ってます。あと操作は一緒です。早送り巻き戻しもこの下のところでできます。一時停止もついてますので大丈夫です。で、次はですね、この上にもボタンがあるんですけど、上の方のボタンの切り替えできるんですけど、この S ボタンを使ってください。基本的に S ボタンでパナソニック製は使えますので、今、ブルーレイの方に切り替えました。上のボタンで切り替えたんですけど、ディスクが入ってますので、ブルーレイの方が、映像が始まりました。コンサートですね、のブルーレイですけど、こちらも、操作としても同じです。一時停止ボタンを押すと、止まります。で、これをですね、再生して、スキップとかあるので、これで操作もできます。スキップしましたので、途中からまた始まってます。操作としては難しくありません。で、あとですね、パナソニックにあるのが、こちらのガイドボタン、ハテナです。これを押すと、今のですね、S ボタンを押すとですね、こういった画面になります。で、ここで選べますので、取り扱い説明書がなくても、できます。で、今回このリモコンをつけますので、事前に作動確認とリモコンのちょっと使い方を説明しました。簡単な説明になりますが、以上になります。